開幕ローテーションに入った青柳選手や伊藤選手が早い段階で2軍降格になるという誤算があったものの、今シーズンも投手力を武器に勝ち星を積み重ねている岡田タイガース。先発、中継ぎともに盤石で、多少怪我人が出てもカバーできる戦力が揃っていると言ってよいでしょう。このように層が厚いため、なかなかチャンスが巡ってきていませんが、将来が非常に楽しみな選手が揃っています。今回の動画では、超有望株といえる若手投手5人について紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる、阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、すでに1軍のマウンドを経験している2選手から見ていきましょう。1人目は門別選手です。2022年のドラフト2位でタイガースに入団した門別選手は、2軍で防御率2点台という安定したピッチングを見せ、1年目から1軍の舞台を経験。9月30日の広島戦ではプロ初先発のマウンドにも上がり、5回無失点に抑えるなど、多くの経験を積みました。そして迎えた今シーズンは1軍キャンプに抜擢され、春季キャンプから猛アピール。開幕ローテーション入りは逃したものの、中継ぎとして開幕1軍の座を勝ち取りました。そして中継ぎとして3試合に登板し、いずれも無失点に抑えると、先発への配置転換が決定。初先発となった5月3日の巨人戦では3回6失点で負け投手になってしまいましたが、首脳陣の期待が高いのは間違いありません。初先発後は2軍で先発調整を続けていますが、3試合連続でクオリティスタートを達成するなど安定感は抜群で、2軍での防御率は 1.06 という驚異的な数字となっています。本人はまだまだ自分のピッチングに納得がいっていないようですが、その中でも2軍でしっかり抑えており、高卒2年目とは思えない完成度です。最速150キロを誇るサウスポーという魅力たっぷりの選手なので、今後も注目していきたいと思います。そして2人目は、富田選手です。門別選手と同じ2022年のドラフトにて6位で入団した富田選手は、1年目から9試合に登板。開幕カードのデビュー戦でいきなり初勝利を飾りましたが、大活躍とはなりませんでした。それでも2軍では14試合に登板し、5勝2敗、防御率 1.77 と、安定したピッチングを披露。社会人出身でありながら今年23歳とまだ若く、将来が非常に楽しみな選手です。当初は先発として調整を進めていたものの、オープン戦で富田選手のピッチングを見た岡田監督が、短いイニングやったらいけるんちゃうかなと思ったよ、と、リリーフでの起用を示唆。この言葉通り5月上旬に中継ぎとして昇格すると、安定したピッチングを見せてくれています。初登板となった5月11日の DeNA 戦で1回と3分の1を無失点に抑えると、ここまで4試合に登板し、防御率は 1.59。現在はビハインドの場面での登板が中心ですが、複数イニングも投げられる富田選手の存在は非常に大きいでしょう。本来は先発タイプだと思うので、今シーズンは中継ぎで経験を積み、将来は先発する姿も見てみたいですね。テンポの良いピッチングを今後も見せてもらいましょう。そして3人目は、岩田選手です。2020年の育成ドラフト1位で入団した岩田選手は、同級生の佐藤輝明選手や村上選手が早い段階から1軍の舞台を経験したのとは対照的に、未だ1軍での登板がありません。そしてタイガースの投手陣は層が厚いため、年々立場が厳しくなっています。2年目には2軍で41試合に登板し、防御率 1.97 と安定したピッチングを見せていましたが、昨シーズンは防御率 4.85 と苦戦。この結果を踏まえて岩貞選手、伊藤選手という2人のサウスポーに弟子入りし、自主トレを共にしたことが大きな転機になったようです。1軍で結果を残してきた2人と共にトレーニングを行った岩田選手は、考え方が全然違う。僕がいかに甘かったかというか、3年やってきましたけど、活躍できていない理由が分かりました、と、考え方の違いに衝撃を受けた様子。
自主トレ期間中に4キロの増量にも成功し、新たな肉体、そして新たな考え方で今シーズンに臨んでいます。すると、2軍で圧倒的なピッチングを披露。ここまで17試合に登板し、許した失点はわずかに2点。フォアボールも2つしか与えておらず、非常に安定しています。過去3年に比べると奪三振率が大きく低下していますが、打たせて取るピッチングにシフトしたことが好成績につながっているのでしょうか。層が厚いタイガースではなかなかチャンスが巡ってきていませんが、左の中継ぎが不足しているチームにとっては魅力的な選手だと思います。そのため、前向きなトレードの可能性もあるのでは、という点も含めて、今後も注目ですね。そして4人目は同じサウスポーの川原選手です。2018年のドラフト5位で入団した川原選手は、1年目に腰痛を発症すると、3年目には左肩の故障で育成契約に。怪我の影響もあってか2軍でも苦しんでおり、4年目は防御率 9.30、5年目の昨シーズンは防御率 4.29 とかなり苦戦していました。このままだと構想外にもなりうるほど厳しい立場に立たされていますが、今シーズンは見違えるようなピッチングを披露しています。紅白戦で2回無失点と好投すると、サムスンとの練習試合でも3回無失点と好投し、アピールに成功。岡田監督も、良くなってきていることは確か、と高く評価していました。キャンプ中の支配下登録はならず、2軍でも開幕当初は苦戦したものの、4月中旬からは圧巻のピッチングを披露。11試合連続無失点を記録するなど、明らかにピッチングが変わってきています。昨シーズンまでと比べて四球率が悪化している点は気になりますが、奪三振率は大幅に改善されており、9.39 を記録。短いイニングを全力で投げるスタイルが合っているのでしょうか。ただ先ほども紹介したように、タイガースの左の中継ぎ枠は非常に狭き門で、島本選手や岩貞選手といったベテランの状態次第では、さらに激しい競争になります。チャンスが巡ってくるまで、結果を残し続けるしかないので、このまま好調をキープしてほしいですね。そして最後の5人目は、ルーキーの石黒選手です。JR 西日本からドラフト5位で入団した石黒選手は、2軍キャンプスタートとなったものの、顔見せの意味合いもあった3月10日の巨人戦で1回をパーフェクトに抑えるピッチングを披露。このピッチングがきっかけでその後も1軍に帯同することとなり、オープン戦3試合に登板しました。開幕1軍入りは逃したものの、2軍では開幕直後からコンスタントに登板。一時は状態が落ちて防御率が5点台まで悪化しましたが、4月下旬からは復調し、防御率は3点台前半にまで戻ってきています。そして奪三振率 9.37 が示すように三振を奪えていることに加え、直近の試合ではフォアボールを出さなくなっているので、内容も非常に良いです。苦しんでいる湯浅選手に代わって抑えも任されるようになっており、2軍首脳陣の評価が高まっているのは間違いないでしょう。今シーズンのどこかで初登板のチャンスが巡ってくる可能性は高いので、今後も良いアピールを見せてほしいですね。いかがだったでしょうか。セリーグトップクラスの投手陣を要していることもあり、2軍の選手たちになかなかチャンスがいかない状況が続いていますが、このように楽しみな若手選手も多くいます。育成が非常にうまく行っている現状を考えると、しばらくは投手王国を築けるのではないでしょうか。今後の若手選手の活躍からも目が離せません。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。